なんかこう、もう一回っていうこともあるんですけど、うん、感情が入るとやっぱり難しいなって思う時もありますよね、うん、ねえ、ね、まだ二人は共演したことないんですよね。したことないです。そうですね、ね、いつかご一緒できたら嬉しいでございます。よろしくお願いでございます。よろしくお願いします。声優さんってでもあの、ね、たまにアフレコ現場見学にですね行かせていただくんですけど、うん、何が一番すごいってよくあのマイクの前でぶつかんないなっていうのがね思いますよね。確かに、なんか入れ替わり立ち替わりね、3本ぐらいのマイクに人が、ね、そうですね、行くわけじゃないですか。こうすごい掛け合いとかなんかたくさんの人が出てくる時とかはもう、ね、6人とか7人の方がこう入れ替わり立ち替わりで、うん、でそのマイク入れ入ったマイクを覚えてなきゃいけないんですよね。そうだよね、うん、だから台本に書き込んで何番のマイクに入ったってやるのが ね, ね、まあ、うん、そういうのも全部知らなかったので。そうだよね、現場で、はい、見て、うん、はい、聞くとか、なんでそんな皆さん移動してるんですかとか、はいはいはい、このマイクの位置は決まってるんですか、うん、とか全部聞いて、うん、パクさんとか、はいはい、岩田さんとかに、はいはい、覚えてた方がいいよこうだよとか、はいはい、全部教えていただいたって感じですね、はい、実践型です、ね、はい、職人技をね。あの特にこう声優さんの専門の養成所とかっていうわけではないんですっけ。もう一切そういうものにお邪魔したことはなくて。そうなんですね。はい、だからもうあいうえおとかの例えば、はい、がを、うん、なんで美濁音でしたっけ、なっていうとかも全く知らないし、本当に正直何にも知らない状態で現場にポンと入った感じ。私も全く同じで、うん、養成所に行かないで、うん、あの声優の仕事を始めたので、うん、すごい気持ちが分かるような気がします。あの本当に、え、台本の音ってどうやったら入んなくなるんですかとか、うん、なんかペーパーノイズがって言われて、えって思ったりしたり、うん、そうだよね、こうすごい分かる気がします。なるね、うん、叩き上げ系美少女声優がここに2人集結したという感じでございます。現場で覚えたことってすごい、はい、あの身になりますよね、うん、はい。